どうも、中泊智也です。今回は私の普段の日常の足と胸と肩のトレーニングの動画を撮ってみました。では土曜日足の日からいつものように3時前に起きて体重計を測り、子供たちと自分の朝ごはんと弁当作りをやりました。私は子供たちの食事にもタンパク質を入れたいということで、鶏肉と卵はよく使っております。だし巻き卵は白だし、塩、醤油で味付けしたり、粗海苔を挟んだりと味を変えるようにしています。これで完成です。はい。で、私は、第1食目を食べて、他の家事を、終えて、だいたい2時間後くらいに、ジムに行きました。ここから足トレスタートです。足トレ第1種目目はステフレッグデッドリフトをやりました。この種目はハムストリングスと臀部を、狙った種目で、私は結構好んでやっています。はい。でアップはバーで1セット、40キロで1セット、60キロで1セット、80キロで1セットと少しずつ増やしていって、ハムストリングスと臀部を温めていって、それから本番セットに入っていきます。で本番セットは110キロでやっています。だいたいアップは8レップぐらいですね。これからが本番セットです。110キロなんですが、それ以上でやるとハムストリングスから負荷が逃げるのと腰への負担が大きくなるので、今の段階では、110キロがベストだと考えております。はい。ポイントは膝を少し曲げて腰を丸めず屈伸運動をするように下ろしていく、この時膝、すねからバーを離さないようにする。で下まで下ろしたらストレッチ感を感じながら全部でギュッと締めてあげていくという感じで、やっています。はい。これがラストのセットですね。腰が少し丸まってきたなとか負担がきたなっていう時点で、私は終わるようにしています。はい、これで終了です。次の種目は、足トレ第2種目目はスミスマシンを使った種目で、この台の上に足を乗せてバーを担いで階段を上るように、上がるという種目です。まずはアップから、だいたい3レップぐらいですかね。最近からなんですが、骨盤の左側、足でいうと左側の付け根あたり、この部分がフルボトムでしゃがむと痛みが出て、種目によってできない種目があるんですね。なので角度や広がり、
下げる深さを調整して、やっています。これが本番セットです。重量は、60キロです。でこの種目でいいのは、スミスマシンなので、バランスを取らなくてもいいというのと、意識しなくてもハムと臀部にしっかり入るところが、気に入っています。まあ、初心者や、女性にもおすすめです。ただ心肺機能がすごくきつくて、片足をやり終えて、連続でやることができません。なのでこの種目は、結構時間が、かかっちゃう種目ではありますね。あと上に上がった時に顔を上に上げて臀部にギュッと力を込めるっていうのも意識しています。で重量は、60キロ、65キロ、60キロと、少し変えました。この種目も片足ずつ3セットやりました。なるべく地面についてる足で蹴らないように、しっかりとステップダウンの足で踏ん張る、そして上がるという感じです。でこの時点でちょっとまた骨盤の付け根あたりが、痛くなりましたので、次の種目はあまり深く下がらず浅めにやることにしました。次の種目は足トレ第3種目目、スミスのナロースクワットをやりました。この種目はバーの下にプレートを敷き、かかとを乗せてつま先の小指側に重心を置いてやりました。やり方としては外側広筋を意識しながら丁寧にやる感じで、常に足の小指側に重心を置く感じでやりました。レップ数はだいたい8から10レップで、レストを入れてもう 1,2 レップやるという感じです。四頭筋のみでスクワットをするので重量はかなり落ちますが、とてもいい種目だと私は思います。重量は80キロ、90キロ、で90キロの3セットです。
ゲストを入れてあと1名です。はい、足トレ、4種目目は内ももを狙った種目でアダクションマシンをやりました。レップ数は10から12レップで、手で補助をしながら頑張って15レップを目指すように、やりました。やり方は2秒かけて締める、そして2秒かけて広げるという感じで、一定のリズムでやるようにしています。これも、3セットやりました。これもベストを入れてまた 1,2 レップ頑張るという感じで、足トレ5種目目はレグエクステンションをやりました。この種目は主頭筋の真ん中の大腿直筋を狙ってやりました。ポイントは上へ上げたとき、つま先を真上に向けてギュッと収縮感を感じてゆっくり下ろしていく、そしてできなくなったらパーシャルでやって追い込むという感じです。この種目も3セットやりました。ここでちょっと人が増えてきたので撮影ができなくなっちゃいました。はい、そして足トレ、ラスト種目は、レッグカールをやりました。でレッグカールに関しては、昔から、なんというか意識とかしなくてもすごく、効いてる、乗ってる感ですか、使ってる感覚があって、基本の動作をただやっているっていう感じでやっています。ちょっと説明が難しいですね。レップ数はハイレップはせず、10から12レップでレストを入れながら数レップで、たまにドロップという感じでやっています。セット数は3セットやりました。これで足トレ終了です。で、子供たちの夜ご飯は私がよく作るメニューの一つで、かぼちゃのそぼろ煮を作りました。で、私は時短でよく炊飯器を活用しているんですね。かぼちゃを炊飯器で茹でて、それからそぼろ煮を作ると
フライパンでやるよりかなり時短になります。魚の白身フライと味噌汁を一緒に、作りました。次は胸のトレーニングの日なんですが、ちょっと寝坊をしてしまいまして、慌てて、飛び起きました。体重は 80.5 キロ、そこから急いで朝ごはんと弁当を作りました。こんな感じです。そしてお昼、これは、私の職場のトレーニングルームで、ここで肩と胸と腕のトレーニングをやっています。マシンやダンベルも少なくて限られた種目しかできませんが、まあそこは試行錯誤しながら、やるようにしています。まず、胸トレ第1種目目はシーデッドチェストプレスをやりました。1年ほど前から左の肩関節が痛くて、ベンチプレスやディップスができなくなっちゃって、なのでできる種目を選んで、やるようにしています。左肩にバンドを巻いているのは肩が安定するのと、肩関節にこれ以上痛みが悪化しないようにさせるためにやっています。シーデッドチェストプレスの、重量はメインセット90キロぐらいで8レップを目指してやるようにしています。ポイントは胸の、外側を狙っているので、手首に近い小指側でグリップを押す感じでやるようにしています。シーデッドチェストプレスで押し切った時に、お尻を浮かせるのは肩の痛みが少し出るので、それを、調整して痛みが出ないやり方でやるようにしています。この種目は、3セットやりました。これもレストを入れながら、数レップやるという感じでやっています。次の種目は、50ポンドのダンベルでインクラインダンベルフライをやりました。アップの時点で、肩は痛くないか、違和感はないか確認しながら、少しずつダンベルを上げていっています。アップは15ポンド、25ポンド、で35ポンドと少しずつ上げていっています。はい、ここから、50ポンドメインセットに入ります。インクラインダンベルフライの目的は大胸筋上部をターゲットにしているので、下まで下ろしてストレッチしている時は縦方向で握り、上に上げ切った時には手を海内させて、両方の親指を近づける感じでやっています。レップ数は8から10レップで、限界が来たら、少しレストを入れて、数レップやるような感じでやっています。
この種目も3セットやりました。次の種目はケーブルを使った、これも上部狙いのケーブルフライをやりました。これもダンベルフライと同じように手を海内させて親指と親指を近づけるようにやりました。ダンベルとの違いは少し下の方から上へ上げるやり方を行いました。私はダンベルもそうなんですが、グリップで親指と人差し指で強く握り絞り込む意識でやるようにしています。レップ数はこれも8から10レップ、限界が来ると少し休んでもう1、2レップやるようにしています。これも、メインセットは重量を変えず3セットを行いました。ここでまだ、残り時間が数分あったので、ケーブルフライの下部狙いを、少しチーティングを交えながら1セットだけやりました。はい、これで、胸トレ終了です。で、子供たちの、夜ご飯は麻婆豆腐を作りました。そして肩の日、いつものように3時前に起きて体重計を測って、朝ごはんとお昼ご飯の弁当です。そしてお昼時間、今日は肩トレ。まずは肩に痛みがないか様子を見ながらアップに入りました。種目は、ショルダープレスマシンを行いました。プレス動作ではあんまり、胸を張らず自然の感じでやるようにしています。グリップはなるべく手首側で押すようにしています。
顎は重量を持ち上げたときは引くように。で、下げて、重量を下ろしてストレッチしているときは、上の方を向くようにしています。2セットアップを終えて、3セット目からメインセットに入りました。はい、ここからメインセットです。メインセットではだいたい2秒かけて上げて2秒かけて下ろすようにして、レップ数はだいたい8レップから9レップを目指して行っています。で、限界が来たらレストを入れてもう1レップ2レップやるような感じでやっています。この種目もメインセットは3セットです。次の種目はケーブルのアップライトを、フェイスプル気味に行いました。この種目は今まであまりやってこなかったんですが、肩関節を痛めてできる種目とできない種目を選んでいた時に意外にもこの種目は、痛みがそれほどなく角度を調整するとできたってことで最近から取り入れ始めました。やり方としては引いた時にすぐ戻さずギュッと収縮感を感じてそこから戻すようにしています。はい、レップ数はだいたい10レップを目指してやるようにしています。セット数はアップが1セットメインセットが2セットです。この種目は少し、足も反動を使ってやっています。
はい、次の種目はダンベルサイドレイズを行いました。この種目はなるべく反動を使わずやって、最後の方で少し反動を使う感じでやるようにしました。ダンベルは20ポンドでやりました。レップ数はなるべくハイレップで、やりたいので15レップから、できれば20レップ目指してやるようにしています。セット数はアップを入れて3セットやりました。そしてラスト種目はベンチシートをインクラインにして角度は45度くらいから1つ上げたので50度ぐらいかな、それくらいにしてインクラインダンベル、フロントレイズをやりました。この種目はストレッチ種目なので下ろした時にストレッチを感じて上げるようにしています。そして顔の前まで上げて一番負荷がかかるのでその時に肩をギュッと、感じながら、収縮するようにしています。本当はもう1、2セットやりたかったんですが、まあ、時間が来たので、2セット、これで肩トレは終わりました。では、次は私が普段食べている炭水化物とタンパク質を紹介いたしますね。普段炭水化物は少なめに摂るようにしているんですが、食べている種類が玄米、オートミール、そしてかぼちゃ。で、画像にはないんだけど、芋も時々食べてます。摂取タイミングはトレーニング前、の食事でかぼちゃ、週に水曜日と土曜日はちょっと増やして朝オートミール、トレーニング前にかぼちゃ、トレーニング後に玄米を食べてます。次はタンパク質ですね。タンパク質は右側から鶏もも肉で、真ん中がサバ缶、そして左側が鶏胸肉です。でグラム数とかは適当です。目分量です。で私は PFC バランスだとか何グラムだとかはやったことがありません。感覚というか今までのやってきた中での目安というか、まあそんな感じでやっています。そしてこれにプラス卵を入れています。卵の数は全卵が4個、白身が2つですね。でこの内訳は第1食目第2種目目の食事で全卵1個ずつと白身が1個ずつ、そして3回目の食事が全卵2個ですね。で野菜も
キノコ類も適当で、野菜屋さんに行ってその時に安くなってるものを買うっていう、感じです。でサプリメントはメガとジョイントとマルチビタミンと、そばにあるのは、玄米です。これは水曜日と土曜日のトレーニング後のサプリメントですね。で、もう一つのメガとジョイントとマルチビタミンは、第一食目取ってからその後に取ってる、サプリメントですね。これはプロテインとグルタミン、クレアチン、これはトレーニング後の、飲んでいるサプリメントです。最後にリアファイバー、これは朝、起きてすぐと夜眠る前に1回、そして夕方にも1回、3回か3回飲んでます。 5g です。そんな感じです。では今回は、動画をご視聴くださりありがとうございました。また他の AV の動画や減量経過動画など、出していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。